ハンカチを畳んでいるのはなんとロボットです。一方こちらは建物の点検用に作られたドローン。今日から千種区で次世代のものづくり技術を紹介するテックビズエキスポが始まり、全国100の企業や団体が出展しました。雲のようないでたちのこちらのロボット、6本の足を器用に使い階段を登っていきます。その名も新世紀モビリティソル。自動車の生産ラインなどを製造している豊田市の企業が名古屋大学などと共同で開発しました。現在は試作段階ですが、将来的には荷物や人を運べるような仕様を目指しているということです。